feels like I'm stuck in the deep end. And I'm reaching out for help. Somebody tell me that I'll be alright. It's just a matter of time. A matter of time. Can somebody tell me I need to talk to see the light. It's just a matter of time. A matter of time. I don't need to pretend.今からフェリー乗り場に行きます。フェリーのチケット買ってお昼ご飯食べに行きたいと思います。よいしょ、夏が多いね。この蕎麦屋さんにしたいと思います。どう？美味しそうじゃない？ボヤチャンプル、ボヤチャンプルって言ったら塩焼きそばも美味しそう。石垣のソウル石垣定食あるよ。ほんとだ、全部食べれるじゃん。ラッセとソーキーってここにします。ありがとうございます。11時待ってる。この島はないんだ。ゴーヤチャンプルセットとか。それですね。いただきます。お蕎麦ついてきた。これ美味しそう。美味しそう。先にいただいちゃいます。はい、どうぞ。もずくかな、これ。めちゃくちゃ美味しそう。私はゴーヤセットにしました。そばも食べれるしゴーヤも食べゴーヤチャンプルも食べれます。なんか飲む？腹ごしらえした後にカフェに来ました。クラッチコーヒーに来ました。もしがお今の時刻は11時。何分やっけ。16分で50分のフェリーに乗りたいと思います。まあこんなんかんや、知らんかった。4番乗り場に停止をお願いします。4番だって。ご利用のお客様は4番乗り場よりご乗船ください。うわ、酔わへんかな、心配になってきた。You gotta thug in this game of life.
think you're cute. Can I hit you up on Instagram? Cause you are the only thing I'm thinking of. And I can't stop it. 着いたー。水牛いるし、すごっ。怖いね、あれ。すごっ。おーい、挨拶してくれた。おお。あれれ、よくわからない道がありますが、気にせずまっすぐ行きましょう。怖すぎるでしょ。こちらの右手にございますのが、アナンの森と言われる森です。はい。完璧に意味はございません。左手はゴルフができるように、なってます。はい。はい。すみません、すごいですね。そこまでおしゃれ。では左手のピンチに行きます。アサイトのサンセット広場で。いや、ピンチでお願いします。始まりました。お願いします。では、そのまま続いています。はい。今日はお天気に恵まれましたね。はい、本当ですね。明日はどうなんですかね。では、このまま真っ直ぐ続けます。人が通り過ぎたら基本的にハイサイと言います。向こうは仕方するかハイサイと言っていくよ。人通りますよ。ハイサイ。あ、無視のタイプ。携帯いじってましたね。今のは警察に通報しましょう。ハイサイ。お辞儀ですね。いい勢い。行こう。ということで、今回はハイブリッドにやってきてます。今からホテルじゃないわ、部屋に行きます。ベランダも結構広いね。行こっか。行きますよ、ビーチに。レッツI'm so scared to fall in love again. Let's go. 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 Let's go.お腹が空いたのでカフェに向かいたいと思います。プールの近くのオープンカフェ&バーに来てます。やってる。何でもいいよ。どこにしますか。いい感じに火落ちてきてるね。絶対見えんじゃんこれ。ね。スーパーに行ってきます。こんにちは。
チャンネル登録よろしくお願いします。インスタはこちら。ご飯食べに行きます。居酒屋さんが迎えに来てくれるみたいなので、ラーメンで待ちます。これが迎えに来てくれた車です。今から食べに行きます。こんなにいいのか。ね、びっくりしてたね。ゴーヤチャンプル頼みがよかった。はい、ではでは、お疲れ様です。油、味噌と鮭だったよね。美味しそう、めっちゃ。でもめっちゃ美味しい。うん、食べたもん。ね、本当初めて聞いたわ。誰魚に対して誰って。ご飯がほんまに美味しい。マクベットだったっけ。すいません。読み魚の見栄えするらしいよ。どう、おいしい。読み魚結構噛み応えある。秋頃は少し腹立つ意識が釣りやすい。これなんだろう。赤松、赤松。どうぞ。タイ、うん、タイに近い。見た目そうっぽいな。うわ、わさび。こういうチャンプル。日焼けしたので二人でパックしてます。パックしながら仕事してる人すごい。おはようございます。2日目の朝です。今やっと準備が終わったので、今から朝ごはん食べに行きたいと思います。なんか場所が本館ロビーのところなので、またカートに乗って3分ほど移動したところにあります。またそこで動画撮ります。今日の天気はちょっと曇りがちだけど、雨降ってないのでいい感じ。ご飯食べに行ってきます。運転お願いします。ね、なるほど。朝ごはん食べに来ました。ここがさ、ちょっと余っちゃったよね。やめて。余りすぎちゃう。はい、いただきます。とりあえずオレンジです。そしてイエーイ。ご飯食べてお腹いっぱいになって寝てます。昨日の夜サッカーの試合に夜遅くまで起きてたからまだ眠いらしい。やばくない？ここからの景色とこの風、気持ちよすぎ。ちょうどいい。今日の服はこんな感じ。上がスナイデルのアウトレットで買った肩パッドの入ってるタンクトップで、下が、バナナリパブリックのパンツに、今日はこれじゃなくてこのサンダル、H&M で買った
去年から履いてるサンダルを履いていきたいと思います。で、朝ちょっと目腫れてた気がしたので黒縁のメガネをつけてご飯食べに行ってました。これ食べようと思います。てかスプーンないからさ、どうやって食べたらいいか分からない。スプーンないからまだ食べてます。1時間後ぐらいにフェリー出るんですよ。ホテルから送迎があって、そのバスの時間まであと45分ぐらいあるので、それまで時間潰して早めに送迎バスのところに行きたいと思います。おいしい。よかったね、この日。